市供供品品とはその商品のの商性質を消費者がが試すすために企業が無料でで提るるものであるお試しないし、サンプルとも称され、主に日用品のうち消費物を主体とする。これらは企業が提供する商品の良し悪しを消費者に知ってもらい、その製品を利用してもらうようにするための宣伝活動の一種である。提供される物品は一般的に商品そのものではあるが、 大抵は数回で使い切ってしまう商用量のパッケージとなっており消費者はその使用感や効能などが自分のニーズに合うかどうかを試すことができるようになっている提供される商品は日常的に使用する消耗品が主体でありこれらは口述するように様々な流通ルートを経由して消費者に届けられる場合によっては消費者から 使用感などをアンケートなどで情報を得るモニター用に配布される場合もあるが、試供品自体は消費者が実際に使用してその感想を持たせることが目的であり、必ずしもモニターによる情報収集は意図しない。企業としては、試供品を利用してもらって、所定商品の愛用者が増えるのを期待しているのであり、また新商品発売前に試供品を大量配布して、口コミで、 商品宣伝をしてもらう効果も期待される。物産店スターバックスの試供品の例基本的な配布方法は、該当ないし店頭での配布や、所定のコミュニティに一定数提供してその内部で手渡しにより広めてもらったり、あるいは販売している関連ジャンルの既存商品に、首掛け景品のような形で添付するなどがある。また、何らかの景品などの形で利用される場合もあり、 店舗や施設への来場者へのプレゼントの形で配布される場合もあるなど、要は個々の消費者の手にさえ渡れば、その流通ルートは問われない。商店で買い物をした際に、レジでサービスと称して手渡されたり袋に一緒に入れられたりするほか、場合によってわざるに山と積まれ、持ち帰り自由ということもある。既存製品に主供品の入ったパックを添付して、 商品を販売している場合に、試供品のパックだけを抜き取る者も,もいる。しかしこの場合の試供品パックは、商品に添付された景品であるため、これを抜き取る行為は、商品の一部を勝手に持ち去る行為にも位置づけられ、犯罪となりうる。また、公共の場で試供品だけを山と積んで任意に持ち去るのを許している場合、基本的には自由に持ち去って構わないが、 これだけを大量に持ち去る者もいないではない。これは特に犯罪というわけではなく、受け取る側の道徳ないし周知心上の問題である。ただし、試供品を提供した側である企業としては、宣伝という目的が果たせず、試供品が宣伝費を使って配布、提供されることから、費用対効果の面で芳しくない。このため試供品提供企業側が、 配布方法を指定する傾向も見られる。21世紀初頭の現在では、様々な試供品が配布されている。小さな袋に入った化粧品、シャンプーなどがある。また、洗剤を購入すればスポンジ、化粧品を購入すれば保水液など、原品を購入する際に便利なグッズがついてくることも、ある。単品で配布される場合には、菓子やタバコのような思考性のある物品などもある。 いわゆるデパ地下の試食コーナーなども、ある意味では、食品の試供品だが、こちらはもっぱらその場で消費される性質のものである。この形態は、試食販売と呼ばれ、日本でスーパーマーケットやデパ地下で行われる試食販売で、セールスを行っている。販売員は、業界用語で、マネキンと呼ばれる、食品会社などと派遣会社の契約の形を取っている。 人材派遣業の一形態である。なお試食販売は通例、一口程度の食品を提供、その場で食べてもらう家に入ったら、商品を買ってもらうというものである。特に大量生産の加工食品などでは、試しにと買ってもらった食品を家で食べてもらい、継続的に消費するリピーター的な顧客になってもらうことも目的ともなっている。このため、家族連れの買い物客では、 本来の顧客ではないが好物である場合に、買い物の内容に対して、一定の発言権を持つ子供にまず商品を勧めて、子供が喜んで食べることでその親の購買意欲をかきたてる例も見られる。ありがとうございます。